この風、この匂い、不思議なくらいに似ているわ。似ている？もしかしてリンが生きていた世界にでしょうか？ええ、故郷の草原にそっくり。はあ、懐かしい。なんて素敵な風景なのかしら。確かに素晴らしい風景ですね。それに風がとても心地よいです。気に入ってくれて嬉しいわ。で、ここが本当の故郷ってわけじゃないけど、日が昇ったら目を覚まして家畜たちの世話をする。そして狩りで獲物を捕まえ、日が落ちたら眠りにつく草原で、私はそんな毎日を続けていたの。でもそれが永遠に続くことはなかったわ。一体何が起きたのですか？私の部族、ロル家族は山賊に襲われて、大勢の人が殺されてしまったの。卑劣な手段だったわ。飲み水に毒を混ぜられ、混乱しているところをついて一気に。そんな大変なことが。ええ、でも草原は母なる大地、いつも私たちを見守り恵みを与えてくれる。辛い思い出もあるけれど大好きな場所だわ。それにしてもこんなところに立っているとなんだかいても立ってもいられなくなっちゃう。ねえ、剣を構えて。大草原で鍛えた力、あなたに見せてあげるわ。わかりました。ですが簡単にはやられませんよ。この旅の中で私も様々な苦難を乗り越えてきたんですから。きっとこの戦いで私たちの絆はより強くなる。私ももっと力を発揮できるようになるわ。だから手加減なんかしたら承知しないわよ。準備はいい？さあ全力でかかってらっしゃい。あのテント、中に敵が潜んでいる気配がします。早めに叩いておいた方が良さそうですね。招待状ね。こちらユナカ、任せて。行くべき場所デスマス。いいねいいね。どちらに？神秘的だね。
全ては勝利のため。今宵の空、君を探すよ。
ビルシオンのために。次は仲良くしたいな。えい！お見苦しいところは。予想通りの結果です。この緑の大地が、風が、私を強く育ててくれた。あなたはどう？私は、まだ道半ばの身ですから。ですが、あなたとの旅で得てきたものはあります。そう言ってくれるのは嬉しいわ。でも、手加減はしないからね。目をそらしません！予想通りの結果です。
私も行かせてもらうわよ。あなたの力見せてもらったわ。リンもさすがの腕でしたよ。あなたはとても強いです。私もこの草原で暮らせばリンのようになれるでしょうか。ひょっとしたらエリウッドとヘクトルのおかげもあったかもしれないわ。二人とは一緒に長い長い旅をして、その中で共に技を競い合ったのよ。そして彼らから戦う強さはもちろん、正義や勇気や人を信じる強さを教えてもらった。そのことが私にさらに大きな力を与えてくれているのかもしれないわね。私は記憶がないせいで最初は頼れるものがありませんでした。けれど周りにたくさんの仲間たちがいてくれて、私のことやこの世界のことを教えてくれました。旅の終わりにはもっと強くなれると信じたいです。リンとその友人たちのように。あなたならきっと、いいえ、絶対にもっともっと強くなれるわ。もちろん私も協力する。これからもよろしくね。こちらこそありがとうございます、リン。すごいじゃない。それじゃあ神竜様、私が一番可愛いはずなんだから。ねえねえ、すまない。おお、デスマス。何と言えばいいか。
わかった。君のことを考えて作るね。おいしくなるといいな。ほいほいっと。うまくできたよ。食べて食べて。癖になる味だね。私これ好きだな。はい、お弁当どうぞ。かわいい私が今日のお菓子係よ。あれ、起きないの？さては寝起きの顔見られたくないのね。大丈夫、起き抜けはみんな残念だから気にしないわよ。神龍様、おはん。え、あれ、起きてすぐその美貌なの？何もしてなくて本当に？なんか落ち込む。私もう帰るね。ファイヤーエンブレムエンゲージ。